ロクルム島地図植物園、ロクルム島は、クロアチアの都市ドゥブロブニクの沖合約600メートルのアドリア海に浮かぶ島で、島の最高地点は、海抜96メートルである。オーストリア大抗マクシミリアンは島に、かつて別荘を所有していた。修道院や植物園は、マクシミリアンの時代から残っており、 島の最高地点はフランスにより、要塞が築かれているが後に、オーストリアの人々はこれを、マクシミリアンの塔と名付けている。ロクルム島が最初に言及されたのは1023年のことで、ベネディクト会の修道院が設立されたことに始まる。ロクルムの名称は、ラテン語のアクルーマンから来ており、酸っぱい果物を意味する。 これは、伝統的に外来の植物が島で栽培されていた、ことに関連し、ベネディクト会が始めていた。1808年になると、ベネディクト会は、島から離れることになる。地元の言い伝えによれば、最後の夜に、修道士たちは誰もが、自分の将来を探し求めるように島に呪いを、かけていると言われている。伝説によれば、 1192年に、イングランド王リチャード一世は十字軍の遠征の、北で船が難破したが安全にいるオクルムの岸に、漂着したとされ、このことによる、信仰心から島に教会を建てることにした。しかし、ドゥブロブニク市民の単眼から、本土の近隣に代わりに建てられた。ハプスブルク家のマクシミリアン大公は1859年に、 島に滞在用の邸宅を築き、大きな庭園も築かれている。ロクルム島はもともと、マクシミリアン大公の妻である、シャルロッテ・フォン・ベルギエムが、結婚時参金の一部として購入したものであったが、マクシミリアン夫妻が、メキシコ帝国の皇帝、皇后になった後もシャルロッテの所有権は、維持されていた。 マクシミリアン大公が処刑された後に、オーストリアのフランツ・ヨーゼフ一世とベルギーのレオポルド二世との間で取り決められた協定により島の所有権は、ハプスブルク家のものとなった。シャルロッテが精神に異常をきたすと、レオポルド二世は、マクシミリアン大公とシャルロッテ大公妃が、オーストリアで所有していた資産を要求する権利を捨てている。ロクルム島は、 オーストリアの大公女、エリーザベトの結婚時産金の一部として与えられた。ユーゴスラビアは、サンジェルマン条約をもとに領有権を要求していたが、エリーザベトは結婚の際に権利を放棄し、ハプスブルク家からは離れていたため、ユーゴスラビアには資産を没収する権利はなかった。この件に関しては、エリーザベト大公女に57万5000ドルを支払うことによって解決された。 1959年に植物園がロクルム島に設立された。その中には自生したものや熱帯、亜熱帯の植物が含まれ、オーストラリアや南アメリカ由来の植物が含まれていた。島にはマクシミリアンがカナリア諸島から持ってきたクジャク類もいる。ロクルム島は現在、ドゥブロブニクへやってくる観光客に人気のある観光地になっている。レストランが 以前の修道院にあり、散策路も整備されている。また、島の南東部は、ヌーディストビーチになっている。ありがとうございます。